はい、喫茶店の部屋です。今日はちょっと撮影機材の紹介をしたいと思います。喫茶店の部屋、普段物撮り使っているあのゴドックス社の AD200 っていうのがあるんですけど、こいつ用の、まあ、こいつ自体のレビューしてるんですけど、こいつ用のアイテムを手に入れたので、まずそっちを先に紹介したいと思います。ゴドックス関連のアイテムをよく出しているフォミットさん、このフォミットさんが出しているゴドックス AD200 用のケース、これを手に入れたのでちょっとつけてみたいと思います。で、まあ、このフォミットさんの AD200 用のケースなんですけど、ベロクロが2つあります。これを2つ開けると筒状になっていて、ここに AD200 をそのまま刺せるようになってますね。謎のベルト、こっち側にもベロクロがあって、ベルトを通す穴、リュックとかにつけれるようになっている、ベロクロで、あとカラビナがついています。でさらに上面には透明な部分がありまして、ここがディスプレイ表示されるってことですね。で、まあ、実際につけてみたいと思います。それで、まあ、ケースが一応完了しました。ところどころ空いてるところ、三脚穴があったり、 AD200 の三脚穴が出せる場所がありますね。これそのまま取り付けたりできます。このままだと、まあ、使えないんですよね。ここがフラッシュなんで使えないじゃんってなっちゃうんですけど、まあ、これどうやって使うかっていうと、 AD200 には延長用のケーブルがあるんですよね。これ5000円ぐらいで売ってます。これを取り付けるためのケースって感じです。実際に取り付けていくと、まあ、本体からケーブルが逃げれるようになっていて、でライト部分に行くと、実際に使うとこんな感じになってます。ちゃんとディスプレイの視認性もあって、くるくるできるところもちゃんと使えますね。ボタンもそのまま押せるんで、まあ、外装を守るって感じですね。例えばリュック背負いながらワンオペをやりたいみたいな、そういう時にこうやってショルダーにつけて、でこれをカメラに乗っける、で撮影するみたいな、そういうスタイルができますね。で、まあ、例えばライトスタンドにそのまま引っ掛けたり、この三脚穴でなんか固定したり、こちらのワニ型クリップ使ってこうやって取り付けて、まあ、これをそのままライトスタンドとかにはめちゃうみたいな、いい感じに AD200 を使えるっていうやつですね。で、まあ、今回フォミットさんのこの AD200 用のケースなんですけど、 AD200 の拡張用って感じで考えればいいと思います。AD200 持ってる人は導入してみてはどうでしょうか。